こんにちは、すみやです。今日はシースター S30 のプロバージョンについてです。すでにね、アメリカのニーフ2025でシースター S30 プロが展示されていましたね。まあ、あの形は同じなので中身が違うということなんですが、実はね、シースター S30 だけではなくて S50 もプロバージョンが出るようですね。12日前の ZWO のフォーラムにすでにね、シースターの公式回答として S30 と S50 のプロバージョンが後日出ますよというアナウンスがありました。まだ50はね、どんなものかはっきりしないところがあるんですけれども、 S30 については SNS ですでにね、詳細がかなり分かってきています。外見上は違いがほとんどないようなんですが、センサーがね、やはり大きくアップグレードして、今ドブソニアン望遠鏡などで使っているウラヌス C とね、同じセンサーが使われているようです。 IMX585 1.2 分の1インチ12ビット 8.3 メガピクセルと仕様になっているようですね。プレイヤー1から出ているこのウラヌス C は72,600円で売られていました。税込みでね。同じセンサーを積んでいる ASI585MC は68,000円です。ですからまあ大体7万円前後だと考えていいでしょう。こういう高性能なセンサーを積んだスマート望遠鏡が出てくるようです。センサーが新しいだけではなくて、口径 30mm のレンズもね、今まで3枚だったのが4枚のレンズで、周辺までね、星が点に映るというふうに言われています。それで私が思い出したのはアスカーの FMA135 です。 ED レンズ1枚を含む3枚玉なんですが、その後ろにね、フラットナーなどがついていてね、合計6枚のレンズで構成されています。まあ、これがね、56,980円、6万円弱で売られています。ですからこの7万円ぐらいのウラヌス C とアスカーの FMA135 をくっつけたような性能になるんではないかなと思っています。両方をそれぞれで買うとだいたいね、12万5000円から13万円ぐらいするんですけれども、そういうものを積んだね、シースター S30 プロが出てくるということですから、かなりね、期待していいんじゃないかなと思います。もちろんそれだけのものを積んでくれば値段も上がるでしょうけれども、高性能なスマート望遠鏡が欲しい方はね、軽量コンパクト、持ち運びが非常にしやすい、しかも赤道儀モードまで搭載したね、この S30 プロが期待されるところですね。まあ、実際の予約は6月から始まって、手に入るのは12月ぐらい、年末だということなので、かなりね、先の話なんですけれども、非常に期待が高まりますね。で、S50 のプロバージョンが同じぐらいの時期になるかどうかは分かりませんけれども、S30 の方がひょっとしたら先行で発売されるかもしれません。広角レンズがついているんですが、その性能もすごいことになってますね。5000万画素ぐらいあるんでしょうか。スマートフォンなどに使われているセンサーが使われているようです。今までのね、200万画素のスマート望遠鏡が一気に800万画素になり、さらに広角レンズは何千万画素ということですから、すごいことになりますね。しかもね、天の川を撮れるモードを搭載するということなので、天の川専用スマート望遠鏡になるかもしれませんね。それから ZWO は次々にね、新製品を発表しています。ここに今ついているね、 EAF 電動オートフォーカサーもプロバージョンみたいなのが出るようで、なんとですね、バッテリー内蔵でコードをつながなくてもいいと。しかも Bluetooth 内蔵なので、 Acer Air などとね、つながってこっから操作ができるというものですね。
先ほど紹介したこのウラヌス C と同じ ASI585MC のエアーバージョンが出てね、 ASI エアーミニと冷却機能を備えた ASI585MC、 しかもねガイドセンサーまで内蔵されたねデュアルレンズのものが出てくるようです。 ASI エアーと合体してコードレスでかなり使い勝手が良くなるということを考えると、天体写真を撮りたい方はそういうものが用意されていますし、それから軽量コンパクトで簡単に撮りたい人にはCスター S30 Pro が用意されていると、そしてPro50も出てくるということですから、すごくスマート望遠鏡をはじめとする天体観測のねバリエーションが高まりますね。コードレスでつなげるようなシステムが次々と出てきているので、天体観測の煩わしさが一つ一つ消えていくということで期待が高まりますね。Cスター S30 Pro の SNS での投稿をね少し見ていきたいと思いますのでご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。Cスター S30 Pro 早く出てほしいですね。それより一番気になるのは値段ですね。Cスターも4種類展開になりそうな雰囲気です。皆さんはどのスマート望遠鏡を選びますかという時代に入りましたね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい。8。8。